もうどんどん先に進んでった方が。はい、皆さん、こんにちは。あいめまる実況へようこそ。ということで、今回は、前回、喋っていた、クロノス戦、ボスのクロノス戦の難易度は、波の一つ上、難で、チャレンジしたいと思います。で、また、今回も、カイさんがご協力してくれているので、よろしくお願いします。で、他のメンバーはちょっと公開募集で、募集したいなと思っています。はい。難易度難、まだクリアしてない人、とか、あとまだこれからクロノス戦、どんな感じかなっていう人がいたら参考になれば嬉しいです。お、リオネル・ペッシュさん。結構面白いですね。マコチャブさんが参加してくれました。よろしくお願いします。よいしょ。まあ、そこまでなんか難しくはなく、サクサク進んでいくんじゃないかなと思ってます。難易度だけですね。やっぱり難しくなっていくとしたら。あ、よろしくお願いします。こういうなんか挨拶できるのもいいですよね。で、ここら辺左右に敵が出てくるので、まあ、倒しつつ、はい。で、どんどんちょっとずつ前に進んでいきます。はい。両サイドからちょこちょこ出る感じ。倒したら、このボタンを長押しして進みます。で、左側に敵が出てくるので、バンバンと。で、この敵の落とし赤く光っているこの爆弾には注意してください。結構ダメージ食らうんで。よし。まあ、こんな感じでちょこちょこ制圧していって、次のステージにという感じです。結構早いですよね。スピードとしては。はい。で、このドアが開くので、このまま進んでいきます。クロノスを探せって言ってますね。で、ここら辺敵がいっぱい出てくるんですけど、この上に狙撃手がいて、ここから狙われるのは、まあ、僕はこの最初横とかに最初います。よいしょ。あんまりダメージで当たらないように。まあ、でも全然当たってもそこまで、減らなかったら強引に突破してもいいかなと思って。で、そのまま、こう近づいて、こう、あ、もう終わっちゃいましたね。で、次はバリケードとか、押すと、あ、で、まずこの人倒してから、このね、ボタンを押すと、こうバリケードが出てきます。で、このバリケード越しに戦ってもいいよ、みたいな、こう、結構、難易度がちょっと自分より高めの時は、こういうバリケードがあった方が攻略しやすいかもしれない。で、今、先に進めてくれたんですけど、ここにボタンがあって、このボタンを押すと、どんどん先に進みます。で、2箇所早い。ここになんか壊すとこがあって、2つ壊すとボスが出てきます。はい。なので、まあ、早め、点数気にせずにどんどんクリアしたいよって人は、もうどんどん先に進んでった方が、アイテムとか早いですね、ゲットできるのは。よし。まあ、こんな感じでクロノス、サクサクっとクリアできるので、ボス戦、で、素材とかもいっぱい手に入るのですごくおすすめです。はい。で、報酬ですね。はい。まあ、こんな感じですよね。ちょっとみんなの報酬見てみましょうか。やっぱりなんかM、なんでしたっけ ?M、MP 取っても、報酬はやっぱり僕よりいい人とかも結構いるので、あんまり関係ない、はい、感じがします。で、まあ、こんな感じですね。みんなで4人で協力して倒そうよっていうのは結構難易度高くなればなるほど楽しみなので、まあ、すごく、そういうチーム戦好きな人にもおすすめかなと思います。で、次回は、まあ、ちょっといつできるかちょっとわかんないんですけど、そろそろ難易度、あ、キルハウスっていうのがすごい難しくて、それとかちょっと動画にしたら面白いかなと思ってます。また難易度の今何だったんですけど、その内容より1個上のステージもちょっとご紹介できたら面白いかなと思っています。はい。それではご視聴ありがとうございました。また、次の動画で会いましょう。それでは。